お米を使って肌をきれいにしよう。お米は世界中で最も一般的な食べ物の一つです。また、フェイシャルクレンザーや家庭治療薬としても使用されています。お米に含まれる幅広い栄養素は体を健康に保ったり、特定の健康問題を防ぐのに最適なのです。そして、 お米の持つ効能は肌にとても良く、もっと注目を浴びるべき事実だと言えるでしょう。今回は、肌を毒素や蓄積物から守り、きれいにするためのお米の使い方を紹介しようと思います。なぜライスウォーターは肌に良いのでしょうお米ハフェイシャルクレンザーとして、私たちの体に様々な効果を与えてくれます。 お米を温めると、アラントイン・フエルラん、そしてイノシトールのような成分が放出されます。そして、これはアラガ酸化物質や皮膚細胞の再生剤として働いてくれるのです。ライスウォーターは毛穴から汚染物質を取り除き、肌に潤いを与えるので、老化を防ぐ能力を持っているということです。そして、 ニキビや赤ら顔などが起因している赤らみやヒリヒリ感を和らげてくれます。フェイシャルクレンザー、蒸気でも述べたように、ライスウォーターは肌を徹底的に綺麗にするのに向いています。深刻な健康被害を招くような顔の蓄積物を取り除いてくれるのです。となあ、肌を整える化粧水、ライスウォーターは肌を自然に刺激し、 血流の流れを良くして成長の引き金になってくれます。その結果、柔らかいしっとりしたお肌が手に入るのです。保湿剤、ライスウォーターを保湿剤として使う場合、自家製フェイスマスクとして使いましょう。また、様々な材料と混ぜて使うこともできます。 ニキビ、そして老化などの影響を抑えるのに最適です。これからお米を使った2種類のシンプルな方法をご紹介します。1つ目は、潰したお米を使い、死んでしまった肌細胞を取り除くために使用できます。もう1つは、柔らかいお肌を作り、見た目を良くしてくれるライスウォーターとしても使用できます。1。 ライスフェイスマスク材料、米、75G。水、250メートル L。蜂蜜、4G。もしひどい乾燥肌をお持ちなら 7.5G。レモン汁、数滴、ヤニっぽい肌をお持ちの場合、大紬やアボカドなど、あなたが加えたい材料。作り方、お湯を沸かし、そこにお米を入れて15分煮ます。 濃した液体を別の容器に入れてください。できれば、ガラスのジャーに入れて冷蔵庫に入れます。2で使います。先ほどのお米に蜂蜜、レモン汁、そしてあなたの加えたい材料を入れ、混ぜます。そのペーストを顔に塗って20分間置いておきます。時間が経ったらマスクを流します。 週に少なくとも2回は使用するようにしましょう。2. ライスウォーターフェイシャルクレンザー。最初のレシピで作ったライスウォーターを取り出し、コットンボールにつけて顔に塗っていきます。これは、明日メイクする前に塗る、または洗顔をして寝る前に塗るのが効果的です。また、 このライスウォーターは最初のフェイスマスクを流す時に使うこともできます。そうすることでさらに効果を高めることができるでしょう。水と一緒にしっかりフェイスマスクを流してタオルで水気をしっかり拭き取るようにしてください。そうすることでお米に含まれる栄養は素早くお肌に吸収されます。